クライナ、ロシア極東のシベリア鉄道の橋など爆破。BBC 報道。BBC はウクライナ治安部隊幹部の話として、ウクライナがロシア極東シベリア鉄道の関連施設を11月末に爆破したと1日に報じた。 BBC によると、ロシアがテロリズムによる犯罪行為として調査を始めたという。爆破されたのはロシアと中国の国境付近を走るバイカルアムール鉄道のトンネルや橋。爆発は11月29日と30日に発生し、報道によると燃料タンクや線路などが損傷した。現時点でロシア当局からの爆発についての公式発表はないという。 BBC は爆発による損傷の程度は確認できていないとする。ウクライナ側の情報筋は、爆破の意図について、ロシアが軍事目的で使う重要インフラを機能しないようにすることだとする。ウクライナ・イスラエル2つの戦争の不都合な真実、日本も陥っている大きな間違い。総司令官と大統領の意見が対立した。ロシアに対するウクライナの反転攻勢は失敗した。イスラエルがイスラム過激派組織ハマスを殲滅できるかどうかはわからない。自由民主主義勢力の盟主である米国はハマスのテロ攻撃を予想できなかった。2つの戦争の不都合な真実に目を向けてみる。6月から始まったウクライナの反転攻勢は12月で6ヶ月になった。ロシアに奪われた領土すべての奪還を目指すウクライナは、まずクリミア半島とロシアをつなぐ補給路になっている南部ザボリージャ州の奪還を目指した。この作戦は失敗した。ウクライナ軍はアゾフ海まで到達できず、目標である陸の回廊を遮断できなかったからだ。ウクライナ軍のワレリー・ザルジニ総司令官は11月1日、AC エコノミストのインタビューに答えて、現在の戦況は膠着状態にあると語った。事実上、作戦の失敗を認めた発言である。同氏は、この5ヶ月でウクライナ軍が進軍したのはわずか17キロだ。膠着状態を打破するには、大規模な技術的な飛躍が必要だ。深く美しい打開はないだろうと語った。ウクライナ軍はロシア軍が張り巡らした地雷原と大砲とドローンの攻撃で立ち往生した。総司令官は、改善されたロシアの防空能力を考えると、来年投入される予定の F-16 戦闘機の有効性にも疑問を呈し、状況を打開するには中国が発明した火薬のような新しいものが必要だと指摘している。そんな武器が発明されるとは思えない。これに対してボロデミル・ゼレンスキー大統領は11月4日記者会見で、時間は過ぎていき、人々は疲れている。状況はどうあれそれは理解できる。だがこれは膠着状態ではない。私はもう一度そう強調すると反論した。総司令官と大統領が公然と意見対立したこと自体が苦境を物語っている。この先を見てもウクライナに有利とは言えない。米国でウクライナ支援疲れが強まって、肝心の武器弾薬がいつまで供給されるかわからないのだ。このコラムで何度も指摘してきたように、米共和党の一部は昨年秋から支援見直しを唱えていた。米国にとって真の敵は中国であり、近い将来台湾をめぐって予想される中国との対決に備えるためにも、ウクライナ支援は欧州に任せるべきだという主張である。国民の間でもウクライナはもう十分支援したという意見が増えている。例えば11月2日のギャラップ調査では、ウクライナ支援はもう十分だという意見が 41% に上った反面、まだ十分ではないという声は 25% にとどまった。そんな中でイスラエルに対するハマスのテロ攻撃があり、米国でウクライナへの関心は一層薄れてしまった。こうなると停戦論が出てきてもおかしくないが、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は簡単に応じないだろう。来年の米大統領選でウクライナ支援に消極的なドナルド・トランプ前大統領が大統領に返り咲けば、より有利な条件で停戦に持ち込める可能性があるからだ。戦場はぬかるみ、膠着状態は固定化しつつある。
ウクライナは厳しい冬を迎えている。中国当局、拡大中の呼吸器疾患は知られた病原体によるものと強調。中国の衛生当局は子どもを中心に感染が拡大している呼吸器疾患について、これまで知られた病原体によるものだと強調しました。中国の衛生当局は2日午後に開いた会見の冒頭で、今流行している呼吸器疾患はすべてこれまで知られた病原体によるもので、よく知られた治療手段があると国民に安心を呼びかけました。また小児科の病院が混雑し診療が受けづらくなっている問題については、夜間や週末の診察時間を延長し、ベッド数を拡充するなどの対策を取るとしました。さらに予防のためにワクチンを打つことを推奨し、体調が悪くなったら出社や登校を控えるよう呼びかけています。交通関係、再び緊張、音波発射が貿易改善に冷や水。オーストラリアと中国の関係が再び緊張している。先月上旬にアルバニージー首相が訪中して貿易関係の改善で合意したが、中旬に中国海軍の艦艇がオーストラリア艦に音波を発射し、冷や水を浴びせる形になったためだ。関係安定化が思うように進まず、駆け引きが続きそうだ。オーストラリア政府によると、対北朝鮮の国連制裁監視に従事していたオーストラリア海軍フリゲート艦トゥーンバが11月14日、日本の排他的経済水域 EEZ でスクリューに絡まった漁網を取り除く潜水作業を行っていたところ、中国海軍の駆逐艦が作業の通告を無視する形で音波を発射。複数の兵士が軽傷を負った。オーストラリア政府は軍と外交の両ルートで危険かつ職業倫理に基づく行為だと厳重に抗議した。これに対し中国は事実無根と否定。劉建長共産党中央対外連絡部長は、オーストラリア艦がそこにいたのは中国を封じ込めるためだとまで反論した。同月6日の北京での首脳会談を機に、中国側による対オーストラリア貿易制裁の解除が進み、関係改善に向かうとの期待が高まっていたが、一転して険悪なムードが広がった。トゥーンバはその後、台湾海峡を北から南へ通過。11月下旬には南シナ海でフィリピン海軍との合同パトロールに参加した。音波問題で非を認めない中国に対し、オーストラリア側は航行の自由を訴えて牽制した形だ。アルバニージー政権の対中外交の原則は、協力できる点は協力し、反対すべき点は反対し、国益のため関与する。米英との安全保障枠組み、オーカスなどを通じて対中抑止力を高める一方、対中交渉でオーストラリア産大麦や木材の輸出再開、3年以上拘束された中国系オーストラリア記者チェンレイ氏の解放を実現した。野党の保守連合からはより強硬な姿勢を促す声も上がるが、チェン氏は結果を出すには強硬と屈服の中間が重要と説く。音波問題の収拾や制裁が続くワイン貿易などの正常化に向け、オーストラリアは今後も冷静で粘り強い対応を求められそうだ。